空手の東京オリンピック組手女子61キロ超級代表の植草歩美選手が全日本空手道連盟の香川正雄選手協会委員長からパワーハラスメントを受けたとして連盟に訴えていたことが分かりました植草選手は香川氏から言葉による叱責を受けたと主張しているということで全空連は両者から事情を聞いた上で31日に倫理委員会を開き処分などを検討するとしています 香川氏は帝京大学の監督で植草選手の大学時代から師弟関係にあります。